世界各国の在留邦人が一堂に集結。お酒を飲みながら本音で語り合う。世界6カ国在留邦人ロックダウンオンライン飲み会エピソード3。ロックダウンしてる状態で、この肌で感じれるものはなくって、倒産してしまった企業とかはあるっていうのを聞いてるんですけど、抹茶ベルデは、抹茶カフェの抹茶ベルデ、花さんがオーナーで、抹茶であったり、はい、美味しかったです、ありがとうございます、その時は。ありがとうございます。あの店は今、どうされてるんですか？はい、今、その15日に出た緊急事態宣言から、そういうライフラインとか生活必需品に関する、施設以外営業禁止ってなっていて、で、デリバリーとかそのテイクアウトも禁止なんですね。多分これから緩和していくっていう話はあるんですけど、だからもう15日からずっと営業できない状態で、最初は2週間だけってなってたんですね。なんで、2週間後には再開できるかなとか思ってたんですけど、もう今1ヶ月以上経ってる状態なので、で、ペルーは5月の10日に宣言が解けるってなってるんですけど、私のところはカフェなので、飲食業やけど、なんか、その段階的に、その営業して OK になるかどうかはわからないし、っていう感じですね。収入の保証はあるんですか？ペルーだったら、ちゃんとした契約書を交わした、人たち、まあなんか、こっちはあんま正社員とか、なんかアルバイトっていう感覚があんまりなくって、日本みたいに。なんかまあ書類を交わした人が正社員みたいな感じなんですけど、まあ、ちゃんと書類を交わしてる人には、保証があります。最低賃金の数割。最低賃金が約、日本円で3万円ぐらいなんですね。なので、それの 40% ぐらいやったかな。1万5000円前後の保証があります。だけど、それが国から出されるお金なんですけど、支給されるお金なんですけど、まずオーナーのところに入るじゃないですか。入るんですね。振り込まれて。それが例えば、まあ、ちゃんとその従業員たちに振り込まれるかどうか、渡されるかどうかっていうのは、そのオーナーさん次第みたいなところもあって、かなちゃんの店はどうなんだろうなっていう感じです。私のところはもうなんか個人でやっていて、一応契約というか、労働ビザなので、その契約してるところから支給みたいなのは、一応、その同じような形であると思います。いくらですか？それは1万5000円ぐらいです。なので、はい、本当にちょっとした足しぐらいですね。カーボベルデは今、経済はどんな状況ですか？経済は、僕も実際に外に出てて、特にめっちゃ感じるわけじゃないんですけども、カーボベルデの産業って、一応そのネット上では30%から40%ぐらいが観光業でできてると言われてるんですけども、実際に体感的にはもっとはるかに高くて、例えばその、なんだろうな、ツアー会社とかじゃなくても、タクシーの運転手とか、その観光業から付随する仕事っていうのがほとんどなんで、それらが、そのヨーロッパからの飛行機が止まってしまったんで、全部こう止まってしまったんですね。なんで、生活に困ってる人は結構いると思います。ただ、カーボベルデも、その政府から、休業保障が 70% 出るみたいなんですけども。70% 出るんだ。そうなんですよ。結構出るんですよ。ただ、その今のペルの話とちょっと似ていて、ちゃんとした契約書を結んでいる方だけ、契約書かちょっとわかんないんですけど、登記してるとかちょっとわからないんですけど、なんかそのオフィシャルで、こう、働いてるっていう証明がある人じゃないと受け取れないみたいなんで、結構受け取れてない人が多いみたいですね。なんで、その、特にだから貧困層が受け取れないっていう状況が、現在あるっていう感じですね。という途上国といったら失礼かもしれないですけど、ペルーで言ったら、インカの人だったりとか、いわゆるその自分たちでね、アクセサリーを作って売ってるおばあちゃんとか、そうそうですね、アフリカもそうですよね。コロンビアはどうですか？そうですね、
メデジンはロックダウンが始まってもうすぐにメデジン市長の方がまだ就任したばかりの若手のダニエル市長って方なんですけど、その方がもう主導して貧困地域の水道、水、電気、ガスがお金が払えなくて止められていた全世帯のライフラインを復旧させて、すべての人がお金払えても払えなくても、すべての人がロックダウン中、水と電気とガスは使えるようにしたんですね。うん、それが結構かなり貧困地域の人にとっては助けになったと思いますね。インフラをまずは、政府が保障したってことですね。そうですね。それを多分メデジン市内とアンティオキア県かなでやって、でその後貧困地域の食料が足りない人たち向けにパック詰めにしたその、お米だったりとかその豆とかをパック詰めにした食料パックみたいなのを貧困地域の人に配るっていう活動もしていて、だから植える人がそのロックダウン中に植える人がないように、その水が使えない、ガスが使えない人がないようにしようっていうキャンペーンをしていて、結構頑張っていると思いますよ。でももちろんね、経済、国全体で見た場合は、悪くなってはいるとは思うんですけど、例えば、アビアンカっていうコロンビア最大の飛行機の会社があるんですけど、飛行機が飛べなくなったことで、その経営が悪化して、政府に支援を援助したりとかね。日本もね、今航空業界が一番最初に受けますからね、この状況だと。本田さんはそのカトマンズの方は、そうですね、まあ、無職なんで、仕事は全く何の影響も受けてないんで、自分自身は何ともないんですけど、カトマンズで言えば、やっぱりネパールも観光業を頼ってるところがあって、この3月と4月がエベレストトレッキングのシーズンだったんで、ちょうどそこにかぶってロックダウンになってるんで、相当なダメージはあったんじゃないかなと思います。で、最近ネパールは結構そのみんな治安はすごくいいんですけど、ロックダウンになってからいきなり2件連続で強盗がありまして、まあ、旅行者が狙われたり、あとはネパール人がちょっと貧困層の人から狙われるっていう事件がロックダウンになってからあったんで、やっぱりそこからでもその経済的な痛手は受けてるんじゃないかなと思います。ユミさん、インドはどうですか？今いるダラムサラに関しては、今ネパールのモンタさんと同じように、今3月4月5月から多分7月ぐらいまでがベストシーズンと言われているので、今が一番、本来であれば観光客の人、外国の人プラスインドの人もやっぱりちょっと涼しいので、避暑地っていうことで、デリーとかやっぱり普段40度近くになるので、そこの避暑地ですごいインド人が押し寄せてきて、本当もう道とかも大渋滞になるんですけれども、今いる地域はチベット人の人が、まあ、結構割合で言うと7割ぐらいか分かんない、まあ、とりあえずインド人よりかは多くて、でそのダライラマ方もかなり前にもう本当はティーチングとかも結構予定されてたんですけど、それも全部もうキャンセルしますっていう、コロナが落ち着くまで延期しますっていうことで、やっぱそのティーチング目当て目的で来てる人っていうのがやっぱり毎年すごいいたので、うん、そういう人たちも来てないし、もうそもそもお店もレストランとかも全部開けちゃダメっていう、まあ、決まりがあって、まあ、ちょっと商店とか八百屋さんとかそういう生活に必要なものを売ってるお店は大丈夫ですけど、まあ、レストランとか、まあ、うちみたいなゲストハウスも新しいお客さんを受けてはいけませんとか、まあ、そういうルールがあるので、うちはたまたま2人お客さんがロックダウンの前に来ていたので、アメリカ人とイスラエル人1名ずつで、まあ、その2人がいるので、その全く毎日収入がないっていうわけではない、一応その宿泊費とかちょっと食費とかももらってるので、まあ、ゼロルピーではないんですけれども、やっぱりゲストハウスで誰もお客さんいないとことか、もうレストランしか経営してなかった人とかはもう収入が何もない状態です。で、特にインドの政府からも援助っていうのは
もう私が知ってる限りはないはずなので、うん、もう収入がない人はもう貯金を崩すとかそういう感じだと思います。タイなんですけども、はい、もともとこっちで編集をするときに狙ってたのが太鼓式マッサージなんです。とにかく編集、撮影したり編集したりするとめちゃめちゃ肩が凝るので太鼓式マッサージを狙ってきたんですけども、まず太鼓式マッサージが、禁止になりました。で、カオサン通りの時まであったんですけども、うちのチェンマイに来たらなくなって、で、太鼓式マッサージやってらっしゃる方って、イーサン地区っていう、東北、日本でいう東北、タイの北、何食ってんすか？イーサン、何食ってんの？イーサン地区っていうところの人が出稼ぎに来てるんですけども、人が多いんですけども、そういう田舎から出てきてる人たちがもう仕事がなくなって、まずは帰っていって、で次に観光業が、チェンマイも、タイは観光の国なので、例えばそのレストランだったりとか、そこがもう中止になって、また田舎に帰って、今は本当にでそれから外国人がもう完全に入国禁止になったんで、外国人がみんな帰ってしまって、まあ、今はローカルの人たちだけで生活してるみたいな状況なんですけども、まあ、特に外出は夜も外出してないんで、治安の悪化はそんなにわからないんですけども、例えば友達の女の子の話で言うと、なんか絶対、チェンマイってめちゃくちゃ安全な街なんです。夜も全然深夜2時とか1時、女の子1人帰っても大丈夫ぐらい安全なんですけども、まあ、外出禁止令が出てから、まだ9時、例えば10時だったら9時50分ぐらいに帰ったとしても、その時に変なやつについて回られたりとか、なんかそういうことはちょっと起きてるっていう話を聞きました、ね。皆さんから他の皆さんに質問したいことってありますか？かなこさんにちょっと質問が。その抹茶カレーってどんなものをメニューにあるんですか？私のカフェは、抹茶を使ったメニューが、まあ、主なんですけど、この立てたお抹茶に、あとは、まあ、抹茶ラテとか、そういうものとか、あとはケーキとかですね。軽食とかは提供してないので、例えばこれからもし飲食店を営業してもいいよとか、デリバリー OK だよってなったとしても、なんかその私の出してる商品で OK なのかどうかっていうのが不安で、なんかそこはちょっと別に細かくね、この分類されないんだったらいいけど、どうしようって考えてますね。この生活必需みたいな感じではないじゃないですか、私の出してるものだったらっていう感じです。贅沢品ってことですね。贅沢品みたいなことですよね。はい、カフェ、はい、ケーキ、飲み物なので、ありがとうございます。コロンビアだったらね、タピオカ、はい、ミルクティーとかケーキとかも全部デリバリー、今も OK なんです、ね、なんですか？クレープとかもずっとですか？はい、最初からもうずっと。レストランとかカフェとかは、その今はみんなテイクアウトです、はい、デリバリーでみんなオープンしてて、私もよく頼むので、はい、はい、メデジンでいいね。じゃあ結構飲食のね、関わってる人たちは結構それで収入ありますよね。そうですね、うん、全くペルーの中では飲食店で言ったら今本当にデリバリーとかもできないので、うん、それ結構大きいですよね。なんかこの飲食店テイクアウト空いてるかとか、デリバリーできるかでだいぶ違いますよね、生活も、うん、いや今カーボベルテのちょっと場所見てみたら、はい、アフリカの横っちょにあるじゃないですか、うん、はいはい。でなんか本当に離れ島っていう感じなんですけど、なんかイメージ的にはなんかモルディブを勝手に想像したんですけど、ああいう雰囲気。こんな感じですよ。あ、綺麗ですね。あ、これは本当にカーボベルデなんですね、背景。そうですそうです。すごい。さっきなんか物価高いって言ってたんですけど、普段、はい、今ってなんかずっといるか生活費とかめっちゃかかるじゃない。そうなんですよ。旅行者としてだとかなりかかるんですけど、うん、もう僕らここ来て2ヶ月でめっちゃいろんなこう知り合いとかも増えたんで、
現地人価格、現地人と同じような暮らし、そうですね、ですし、あとはあの家も今すごい広い家借りてるんですけど、うん、あの今観光客全くいないんで、もうオーナーも本当にこう維持費だけでも払えればいいみたいな感覚なんで、うん、っていうのと、あとはもう僕らがその外出れないって分かってて、すごい助けてあげたいっていう本当に優しい方がいるんで、めちゃくちゃ安く借りてるんですよ。あ、じゃあすごいラッキーですね。いい、なんかいいところに、あの、そうなんですよ。でしかもそのコロナがないんで、うん、あ、もうコロナゼロは羨ましいね。よりかは、そうですね、コロナゼロってもうほとんど多分今世界中ないと思うんで。サル痘はそのマスクしなきゃダメとか、そういうコロナに対しての対策をしないといけないみたいな義務って政府から出てるんですか？島ごとに違うって言っても出てないですね。あの もともと、うん、3日ぐらい前までは緊急事態宣言をあの国が、まあ、1ヶ月ぐらい前に出して、うん、その緊急事態宣言の 効力が全島に影響するっていう状態だったんですね。はい、そのは発症してる、発症者がいない国、あの島にも全部こう適用するっていう形で、うんうん、あの進んでたんですけども、さすがにもうあの島間の移動もできないし、国外の飛行機も全部止まってて1ヶ月ぐらい経ってるんで、さすがにこうまだ感染者が出てない国、あの島は大丈夫だろうっていうことで、3日ぐらい前から僕らの島だったりとか感染者いないところは全くもう普段と同じ生活になってます。で、その緊急事態宣言、緊急事態宣言の時もマスクの義務はなかったですね。とか普通に集まっても大丈夫なんですか？ソーシャルディスタンスは、はい、ソーシャルディスタンスの規制はあったんですけども、はい、マスクの義務とかはなかったですね。なんでそのめちゃくちゃ強度 の規制ではなくて、レストランは閉まってましたね。住民の人のなんか元々のなんか衛生面への、例えば日本人みたいに手をよく洗ったりとか、なんかそういう衛生面への考え方って元々はどういう感じの人たちなんですか？全くないですね。もう皆無なんですけど、ただあの政府はかなり敏感で、なぜかというとやっぱりあの医療施設がめちゃくちゃ整ってないんですよ。で、あのセネガル、隣の国がセネガルなんですけども、まあ、病気になったらセネガルに行くっていうのが、まあ、カーボベルデの、まあ、あの流れみたい でセネガルも言ってもやっぱ西アフリカでそんなにめちゃくちゃ大きい国じゃないんで、ただそれでも国を渡ってあのセネガルに行くっていうぐらいあの医療施設が整ってないですね。なので国は本当に早い段階からあのロックダウンではないんですけども、まあ、ヨーロッパからの便を止めたりとか、イタリアの便を止めたのが2月中旬ぐらいから止めてるんで、かなり早い段階からあのそういう施策はやってますね。